皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、見たら練習したくなる動画ということで、なんかこう、僕がペラペラとお話をさせていただきまして、その話を聞いていただいて、この動画を見終わる頃には、うわぁ、めっちゃギター練習したんねんで、うわぁって、皆さんになっていただこうという、そういった趣旨の動画でございます。最近モチベーションが下がってきたとか、なんかやる気がなくなってきたとか、なんか練習する時間が取れないとか、まあ、そういった方はぜひ参考にしていただければなと。いう感じです。可能であれば、過去に僕が右手を10倍器用にする練習の中で紹介したような一芸連打練習みたいな、なんかああいうながら練習できるシンプルな練習をしながらご覧いただくのが一番良いかと思うんですが、まあ、手元にギターがなくても全然 OK です。通勤・通学中とかにスマートフォン片手にガッタンゴトン、ガッタンゴトンと眺めていただければという感じです。ただなんかこう眺めているうちに、なんかおやべ、すげえ、めっちゃギター練習してきたくなってきたなってなっちゃったりするときもあると思うので、それは気をつけてくださいませ。特に受験、テスト、試験の前で、今ギターに対するモチベーションなんかが上がったら大変なことになるという方は、絶対にこの動画を見ないように気をつけてくださいませ。絶対に見てはダメです。その辺は自己責任というか、自己管理をしっかりしていただければなという感じでございます。この動画を見終わるとね、うおー、ギター練習したくなってしまったってなると思うので、その辺はお気をつけていただければなという感じです。はい。とりあえず2本の動画に分けようかなと思っております。2本の動画に。この1本目の動画でお話しさせていただきますのは、できるとわかるという話です。できるとわかる。逆の方がいいかな。わかるとできるにしましょう。わかるとできる。勘の言い方はなんかピンときたかもしれません。できる。わかるとできる。わからない、わかる。できない、できる。これらの要素は、ね、それぞれ全然別物だからね、一緒くたに考えてはいけないよという、そういう話でございます。見たら練習したくなる動画と銘打ちましたけれども、逆に言うと、いつ、どんな時に練習したくなくなるんでしょうか。いつ、どんな時に練習したくなくなるんでしょうか。時間がないとき、よくあると思います。お仕事とか、なんかアルバイトとか、学校とかでなかなか時間が取れなくて、ギター練習する時間がないぜっていうとき、よくあると思います。単純に疲れてるとき、よくあると思います。もう体ヘトヘトやがな、もうお風呂入ってご飯食べたら、もうすやすややがな、もうこんなテンションでギターを弾く気持ちになれへん、すやすやってなったとき、たくさんあると思います。これもよくある。で何気に、すげえ多くて、すげえもったいないなって思うシチュエーションがちょっとありまして、それは何かというと、何がわからないかがわからなくて練習しないケース。何がわからないかがわからなくて練習しないケース。具体的に言うと、ギター練習しようと思っても、何練習しよう。何練習したらいいのかな、何が練習したいのかな、あれ特に練習するもんねえな。なんか探すのもめんどくさいしな。まあ、いっか。つって、ギター練習する時間もあるし、パッションもあるんだけれども、なんかついついこうね、弾くものが見つからなくて、まあ、いっかっつって、練習するのをやめてしまったとき、何気にすごい多いかと思います。これはとってももったいない時間だと思いますので、まずその分かるということがとてつもなく大事だよという話を今からさせていただきます。分からないから分かるという話に持っていきます。分かる。分かるとは何か。携帯電話とかパソコンとか、そういった電子機器とか家電製品とかを買うと、たまにめちゃめちゃ分厚い説明書ついてきますよね。めちゃめちゃ分厚い説明書。これ読ませる気ねえだろっていう説明書。あれ、もちろんその読んだことある方もいらっしゃいますし、まあ、大体の方は、なんか、うわっつってこうすぐ投げちゃいますよね。もうこんな別に後でええわっつって投げてしまいますよね。で、まあ、今となってはね、その僕らはそのパソコンも慣れてるし、スマートフォンとか携帯電話とかもそこそこ慣れてるから、説明書を見なくても、それで何ができるのかも知ってますし、ちょっと触れば、あ、これこういうことね、こういうことね、ってすぐ使い方がわかると思うんですよ。けれども、初めて携帯電話を触ったとき、初めて携帯電話を手に入れたときとかは、やっぱりこの分厚い説明書と叩かなければいけなかったわけなんです。なんでかっていうと、携帯電話でできることが何があるのかもわかんないですし、で、それを何を使いたいのかもわかんないですし、で、そもそも使い方もわかんないですし、やっぱり説明書を見なければ仕方ないわけなんですよ。けど、やっぱり最初はすごい億劫です。けど、すごい億劫です。もしこれが、こうだったら変わるんです。こうだったら違うんですよ。その携帯電話は、どんな機能を持っているかをすでにもう熟知していて、で、なおかつその自分はどの機能を使いたいかもちゃんとはっきり分かっていて、で、この機能を使うためには何が必要かな、この機能を使うために何が必要なのかなというのがちゃんと分かれば、説明書を何ページを読めばいいというのが分かるから、まだ変わってくるわけなんですよ。
けど、そういうのが漠然とわからなくて、もう何がわからないのかわからないという状態だと、説明書もどれを読んだらいいかわからないという感じになってしまって、結局やっぱそのね、まあいいやつ投げ出してしまうわけなんです。これ、ギターも全く同じでして、ギターの練習しようと思っても、漠然としすぎなんですよ。何の練習をするのか、何の練習をしたいのか、そして何の練習があるのか、どういった手順があるのかとか、そういったものをちゃんと把握していかないと、漠然とギターを練習しようかなと思っても、どこから手をつけていいかわからなくなっちゃうわけなんですよね。なので、そのギターの練習をするといっても、どんな練習内容があるのかもそうですし、どんな練習をしたいのかもそうですし、何ができるようになりたいのかもそうですし、まあ、何がしたいのかもそうですし、その自分がギターで何をしたいかなということを、ね、ちゃんとはっきりと把握していくことが大事なわけです。そうすれば、ね、そのギターを弾こうと思ったときに、ああ、じゃあれやろうっつって、こう楽譜を開いたりとかするときもあると思います。なんかこうね、CD かけてそれと合わせようってなるときもあると思います。自分が何をしたいのか、何ができるのかを、ちゃんと把握しておけば、ギターを練習しようと思ったときにちゃんと取り掛かれるから、バッチリだねと、そういう話なわけです。で、そういう話のときに、その分かると分からないを、できる、できないとリンクさせて考えてしまう人が多いので、その辺気をつけてください。練習するときに、その、できる、できないというのは全然関係ないわけなんですよ。どっちかというと、わかる、わからないのが大事なわけです。この曲を弾くために、こういうテクニックがあります。こういう手順があります。で、このテクニックとか手順を踏まえる上で、こういう指を動かせばいい。できないけども、わかる。わかるけれども、わかるけれども、できない。これがとてつもなく大事です。わかるけれども、できない。どういうふうに指を動かせばいいかがわかるけれども、できない。で、その、できないからできるという状態に持って、できないからできるという状態に持っていくためには、時間をかけて練習するしかないので、手順が分かったならば、あとは時間をかけてできる状態に持っていけばいいという話なわけです。僕のギター教室に来てくださる半分くらいの方々が、今からギターを始めますという方か、まだギターを始めて2、3ヶ月の方なんですよ。で、そういった方々っていうのは、もちろんそのできないことがめちゃめちゃ多いです。できることが本当に少ないですよ。で、レッスンの中で、その、こういうふうにやっていくんですよ、こういうふうに弾くんですよって、こう、わーっとやっていく、レッスンしていくわけなんですが、その中でやっぱり皆さんはね、難しいとか、できないってよくおっしゃるわけなんです。で、まあ、そんな話もわーっとしながら、こうね、手順を一生懸命こう伝えていって、で、最終的にその何をその生徒さんに言うかっていうと、レッスンの時間は、できないからできるようにする時間じゃないんで、今できなくても何の問題もないですと。むしろできなくていいんですと。今できちゃったら、むしろレッスンの意味ほぼなくなっちゃうんで、今できなくていいんですと。とりあえず、その正解がわかるという状態に持ってきてくださいと。手順、その指の動かし方とか、こっちの指の動かし方。で、そのベンベンとやって、どんな音が出るのが正解の状態なのかを、まずわかってくださいと。で、そのわかる、その、なんていうの、正解の対象っていうのは、その今目の前にいるから分かんないことがあったら、どんどん質問してくださればいいですし、別にその目でね、いろいろこう見てもらっても構いませんと。で、これが正解で、これが正解の音なんだってことをちゃんと分かって、正解を家に持って帰ってくださいと。分からないが分かるになる。これがレッスンの時間だと。で、あと、できないか、できるになる瞬間っていうのは、そのね、あとはご自宅で時間をかけて練習していただくしかないので、分かったならば、あとは家でできないからできるようにしてきてくださいと。で、次、またレッスンの時に、できなかったら、ちょっとヒントを与えて、できるのを手伝いをしますし、もしできる状態になってたならば、次のステップを出して、そのステップを出して、分かる状態にしてもらって、また家で練習してもらって、できないからできるようにしてもらってって、そういう繰り返しですと。なので、まあ、そのレッスン内でできないことに関しては、全然気にしないでくださいと。なんかむしろできないと言われると、ちょっとこっちがなんかね、ちょっとね、泣いてしまうから、あまりできないと言わないでくださいね、みたいな、そんな話をよくしたりとかするんですが、そんな感じです。で、レッスンもそうなんですけれども、他人に対してもそうなんですけれども、僕自身に対しても自分はそんな感じでして、先月書いたブログが一つあるので、ちょっと読ませてもらってもいいですか。別に、この趣旨でブログを書いたわけじゃないんですけれども、たまたまこの間ちらっと眺めてたら、何気にすげえいいこと書いてあるなと思ったので、ちょっくら、ご紹介させていただこうかなと思います。先月書いたブログです。読ませていただきます。2017年4月19日、いきます。ちょっと短いですけども。何かを知りたいとか、何かをできるようになりたいとか思ったら、まず本とか参考書を買い漁って読みます。そんで、とりあえず片っ端から書いてあることを実践してみれば、自分の中で必要なこと、必要じゃないことというのが見えてくるし、何がわからないのかがわからないという状態が、具体的に何がわからないのかが見える状態になるんです。そこまで持っていければ、その具体的な疑問を解決したり、能力を身につけたりすればいいだけなので、時間をかけたり行動すれば、大体のことは身につくのですと。とてつもなくシンプルですと。
そんな話をブログに書いておりました。まあ、本当にこういうことですよね。そのまず分かるにして、できないができるようにしてという感じです。ちょっくら、まあ、一部ご紹介させていただきますと、まあ、こういった本です。まあ、最近僕がこういう参考書をわーっと書いたのは、参考書をわーっと買ったのは、まあ、5年前、4年前ぐらいに、そのフォトショーとかイラレとか、アドビ製品を買い始めたときが、多分ここ数年のピークだと思うので、まあ、こういうのがあったりとかするんですけども、一時期は本当に、ね、これが15冊ぐらいズババババーっとあって、それらも片っ端から読んでいったような感じです。で、周りの友達がね、結構こういうの欲しいっていう人がいるから、みんなまあバーっと上げちゃったから、今こんだけしか手元にないですけれども。まあ、こんないう本とかをその片っ端から買っていって、もう本当にわからないなりにもう片っ端からウォーラーってこうやっていくわけなんです。そうすると、さっきも言ったように、その自分に必要なこと、必要じゃないことも分かってきますし、あ、これがやりたいんだけれども、この機能の名前はこういう名前らしいと。で、その機能の名前とかね、そのパラメータの名前とかが分かったらね、Google 先生に聞くことができるんで、何が分からないのかが分からないっていうことを知る、そういうステップに持っていくことは、ね、とてつもなく大事なんですよ。そう、さっきもちょっとさらっと言いましたけども、パラメータの名前が分からないと、Google 先生に聞くこともできないですからね。そのアピアランスなんたらかんたらとか、そのなんかこの曲線なんたらかんたらとか、この間も何だっけかな、その端っこの方のその曲線のあれ、そのラウンドとベベルだ、ラウンドとベベル、これが分かんないばかりにね、ちょっとの Google 先生に聞くことができなかったんですけれども、何が分からないのことが分からない、何が分からないのが分かることはとてつもなく大事だよという話でございました。はい。ではちょっともうちょっと具体的にいきましょう。だいぶ漠然とした話が続いているので、もうちょっと具体的にいきましょうか。今、だいぶ抽象的な話になりましたけれども、もっと具体的に言うと、例えば、皆さんが今から、バンプ・オブ・チキンの曲を弾きたいと思ったとしましょう。ああ、藤君かっけえ、藤君かっけえ、俺も藤君みたいにギターチャカチャカ弾きてみたいな感じで、バンプ・オブ・チキンの曲を弾きたくなったとします。さあ、練習問題、何をすればいいでしょう。皆さんがもしバンプ・オブ・チキンの曲を弾きたいと思ったら何をすればいいでしょう。何から取り掛かればいいでしょう。まあ、ご存知の方は、まあ、ギブソンのレスポールジュニアを買うところからとかっていう話をするかもしれませんが、まあ、簡単に言うと、まず楽譜を揃えるところからですよね。楽譜を揃えるところから。できれば、そのバンドスコアとかね、そういったものを用意できればいいかなと思うんですけれども、お小遣いが許されなかったならば、まあ、こう曲名、タブとかで検索すれば、その無料のタブサイトとかワード出てくるので、まあ、そういったものを参考にするのも良いでしょう。バンプさんは、幸いなことにとてつもなく人気の、とてつもなく超有名バンドなんで、楽譜がないっていうことは、まあ、ほぼほぼないと思います。楽譜がないっていうことはほぼほぼないと思います。これめっちゃ恵まれてる環境ですよ。できれば、お小遣いを許すならば、バンドスコアとかバンドピースとかを買って、それらをこうワーッとなぞるのが良いと思います。けど、お小遣いがないんだったら、まあ、無料のやつでも大丈夫。で、その楽譜を用意して、手元にプリントアウトとか用意したりとかして、それらをこうワーッと弾いていくわけですよね。で、そこでそのハーマリング、プリングとか、テクニックのことだったりとか、運指のことだったりとか、まあ、わかんないところがたくさん出てくると思うんです。テクニックに関しては、またね、ハンマリングとかプリングとか、チョーキングとか、そういったことに関しては、なんかギターハンマリングとか、ギタープリングとか、なんかギターチョーキングとかって検索すれば、まあ、人がこうワンサーが出てくるので、テクニック管理に関してはまあ困ることはまあないと思います。テクニック管理に関しては、まあ困ることはないと思います。人がワッサー出てきますからね。で、そういうとはまた別に、ある程度こう進めていくと、その正解 を見たくなると思うんです。この楽譜を実践した上で出る音は CD 聞けばいいからわかるけれども、実際その手元とかどういうふうになっているのかなっていうふうに、その正解が気になると思うんです。そこで登場してくるのが、まあ、ライブ DVD とかなわけですよね。そのバンプさんのライブ DVD とかを買ってきて、まあ、その手元をバーッと見て、あ、こうやってるのか、なるほどね、と、なったりすると。もしくはニコニコ動画とか YouTube とかで弾いてみた動画を参考にするのも全然ありだと思います。まあ、いろんな弾き方が存在して逆に混乱するかもしれないんですけれども、あ、こういうふうに運指をすればいいのね、こういうタイミングでピッキングをすればいいのね、俺が思ってたのとちょっと違ったなっていうところはたくさんあると思うんです。そういったものをこうちょっとずつちょっとずつ潰していって、まあ、完成形に近づけるという感じです。そんな感じでステップアップしていけば、バンプさんの曲を弾けるようになる日が、まあ、いずれ来るでしょう。また別のケースとして、皆さんが音楽理論を学びたいと思ったとします。基礎を固めるために音楽理論を学びたいと思ったとします。練習問題。さあ、何から取り掛かればいいでしょうか。
音楽理論。これちょっと意地悪な練習問題でございまして、音楽理論といってもね、ちょっとね、漠然としすぎなんですよ。幅広すぎなんです。なんかその周波数の話とかも音楽理論ですし、なんか、それが行き着けばその物理学とかの話もあったりとかするんで、数学の話もありますし、でもそこも音楽理論じゃ音楽理論なんですけれども、そこを含めるか含めないかもありますよね。で、その倍音がなんたらかんたらとか、音階がなんたらかんたらとか、その和音がなんたらかんたら、あと楽譜の読み書きとかも音楽理論の一部ですし、楽譜の読み書きもすげえ深いところまで行くとめちゃめちゃ覚えることがたくさんあるんですよ。それどこまで行くかっていうのもそうですし、あとまあアドリブとかもそうですし、その作曲とかに関してもそうですし、まあ、とにかくもう漠然としすぎなんですよ。もうあれですよ、そのリズムとかジャンルとかの話を突き詰めていくと完璧世界史になりますからね。音楽理論というのは、完璧世界史を学ぶことにもつながってしまうので、もう漠然としすぎたわけです。それはもう広大に広がる宇宙のように。音楽理論はもうすごいよ、多岐にわたるよ、もう半端ないよ。そんな中でも、その音楽理論というのは、どういうジャンル、どういう種類があって、音楽理論を身につけたときに、僕は何がしたいんだろうかというのを、まず明確にすることが大事です。例えば、音階を覚えてアドリブがしたいとか、コードを覚えて作曲がしたいとか、単純に楽譜の読み書きができるようになりたいとか、なんかリズムに強くなりたいとか、まあ、そういった何かしらの目的、少なからずあると思うんですけれども、漠然と理論を学びたいでは、ほぼほぼ無理だと思います。その理論を身につけた上で、何がしたいかというのは、まずゴールを設定するわけなんですよ。で、そのゴールに行くためには、さあ何にしたらいいかなとなるわけなんですけれども、まずそこからスタートだと思います。で、そこでね、例えばさっき言ったように、そのコードを覚えて作曲をしたいと。なったならば、作曲に特化した本、たくさんあると思うので、まあ、そういった参考書を、ね、またこう10冊ぐらいこうバーッと買っていけば、割とそのゴールに近づけると思いますし、アドリブに関してもまあ、ね、すごい人気のカテゴリーなんで、まあ、いろんな本がたくさんありますよ。そういったものを買ってみるのもすごく良いかと思います。そんな感じで、まあ、音楽理論に関してはその何を学びたいのかを明確にすれば、必然とおのずと世界は見えてくるかなと思います。そんな感じ、なんとなく見えましたでしょうか。わからないとわかる。できないとできる。この要素はそれぞれ別物だから切り離して考えなきゃいけないぜと、そういった話でございました。参考になれば何よりでございます。大体そんなところかな。以上かな。以上かな。そんな感じです。まあ、この動画見終わったらちょっと頑張って、わからないからわかる状態にしていただいて、うおーっつって練習しまくって、できない状態からできる状態に持っていっていただければという感じでございます。ちょっと余談になるんですけれども、おまけ話になるんですけれども、まあ、とどのつまりは、練習する目的、練習する理由、練習する動機っていうのは、とどのつまりは、ギターで何をしたいのかになるわけなんですよ。ギターで何をしたいのか。その、自分の趣味の時間を充実するためっていうのもいいと思いますし、なんかバンドとか組んでみんなで楽しむためっていうのもすごくいいと思います。文化祭とかで目立つためとか、女の子にモテるためとか、まあ女の子モテないんですけどね、女の子にモテるためっていうその虚像、偽りに惑わされて練習するっていうのもいいと思いますし、まあ何かしらの理由がわーっとあると思うんですけれども、ギターを弾く上で僕は何がしたいんだろうか、何を実現したいんだろうかっていうことを明確にすると、まあ、全てが解決するかなと思います。ちょっとね、漠然としたテーマで、なかなかね、そのテーマのサイズがすごく大きいからね、そんな、僕がギターを弾く理由は何々ですって、そんな一言言えないと思うんですけれども、まあ、ちょっとそれを考えてみると、おのずと答えは見えてくるかなと思います。まあ、もしよかったら少し心の中で考えてみてくださいませ。ちなみに、これ僕のケースで話をさせていただきますと、僕がギターで何をしたいのか、何を考えているのかという話をしますと、本当にもう、言葉通り、僕がこうギターを弾くことでこの喜んでくれる人がたくさんいるから、その誰かを喜ばせたいからギターを弾いているというのがほぼほぼなんですよ。僕、もちろんそのギターを弾くこと好きですよ。ギターも楽しいですよ。でも、その自分が楽しんで弾くことで、その演奏とか音とかを聴いて、そのね、他の人がその喜んでくれたり、感動してくれたり、驚いたりしてくれていること、まあ、これがね、すごく僕にとってはもうモチベーションの一つなわけですよ。なんで、まあ、いつも練習してますけれども、練習している音を聴きながら、この音をみんなが聴いたときにどんな顔するかなとか、どんなテクニックを身につけたらみんな驚くかなとか、なんかすげえ、まあ、こんなことばーっつって、これ、ね、完成してこんなことができれば、みんなめちゃめちゃ喜んでくれるんじゃねえかなみたいな感じで、すげえこうニヤニヤしながら練習したりすることも多々あります。
今やってるユニットとかもそうですよね。そのユニットで演奏して、やっぱりこう皆さんにすごい喜んでほしいから、なんか演奏するわけなんですよ。ちょっと巡業とかね、しんどい時もありますけども、やっぱり皆さんがすっげえ喜んでくれますからね。そんな感じでみんなが喜んでくれてる姿を見ると、まあ単純にもっとこれからも練習しようっていうふうに思います。で、歌い室の場合は、そのお客さんもそうですけども、僕自身は石川さんに対してもそれはすごい気持ちとしてはあるわけで、僕はギターを弾くことで石川さんがめちゃめちゃ喜んでくれればいいって思ってるから、まあ、この子が喜んでくれるためにはどんなことがあるかなと、他に何かできることねえかなみたいな感じで、やっぱ常々考えてるんですけど、まあ、そんな感じで僕がギターを弾くことで、石川さんをはじめ、いつもライブを来てくださる方、こういう YouTube 動画とかを見てくださっている方、もうそれぞれの方々がどんだけ喜んでくれるかなと、何をしたら喜んでくれるかなということを常々考えながらギターを弾いております。このしゃべり動画とかもそうですよね。この動画配信とかも。本当に皆さんが、どんな話をしたら喜んでくれるかなとか、どんな話をしたら楽しんでくれるかなということを常に考えながら動画を作ったりとかしております。ちょっと僕がお得だなと、思うところが一つありまして、お得だなというか、恵まれているなと思うところが一つありまして、今言ったように、その僕がギターを弾く理由っていうのは、もちろん自分のためではある部分もあるんですけれども、大半がもう自分のためじゃないんですよ。もし僕がギターを弾く理由っていうのが、その自分が楽しむためとか、自分にしか向いてない 100% 自分のためにギター弾いてたら、多分どっかで飽きてると思うんです。どっかで多分嫌になってると思いますし、満足したりするときもあると思います。けど、どっかで多分ね、ギターやめてます。もういいかな、つって。けど、その、矛先、自分の気持ちが、矛先がその外側に向いていると、その、喜んでくれる人っていうのは、なんか、どんどん今度、この、嬉しいことに増えてくるわけなんですよ。わーっつって、こう、わーっと増えてくるわけなんです。もう YouTube の登録者さんもね、なんだかでも14万人だ。もうわーっと増えていくわけですよ。で、そのわーっと増えていくと、こっちもね、やっぱそのね、あ、もっと頑張ろう、もっと頑張ろうと、もっと上手くなろう、もっとびっくりするようなことやっていこうみたいな感じで、もうそのモチベーションが耐えることがないっていうんですかね。そんな感じになるわけなんです。この辺はすごい恵まれてるなというか、得だなと思います。ギターを弾く理由っていうのが自分のためだけじゃないと。ギターを始めた中学校1年生ぐらいの時はね、割とその 100% 自分に見てたと思うんですけども、中2ぐらいで曲を作り始めたぐらいからね、結構その学校の先生とかがすごい喜んでくれたりとか、その友達が喜んでくれたりとかしてて、その辺からなんかこう、気持ちがもう矛先が外にガーッと浮き始めてたかなと思います。その辺は自分は恵まれてたというか、非常にお得だなと思いますが、まあそんな余談でございました。はい。では、1本目の動画ではわかるとできるという話をさせてきました。何度も言いますけれども、わかるけどできない。これ超大事です。何がわからないのかがわからないじゃなくて、わかるけどできない。これ大事です。もうほぼほぼあとできたようなもんです。時間をかけてできないからできるようにステップアップすればいいんですから。もう超絶シンプルな話でございます。そんな感じでございますかね。はい。1本目の動画はわかるとできるという話でした。2本目の動画に関しては、練習のステップアップについてお話をさせていただこうかなと思います。そちらもまた、モチベーションにつながる話だと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。なっか、この動画。さよなら。はは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 。